ペースランナウェイ。漫画のロボットって大体めちゃくちゃにされがちじゃね。に対する、ネットの反応をお送りするよ。コミックに登場するロボットってアニメよりもひどい目に遭っている率高くね。ロボットだから何してもいい。ロボット怪獣もいくらだって部位破壊していい。まあ実際のところ、直せば治るんだし気軽に四肢欠損くらいしてほしいところ。ボロボロになっていくロボットを見ると興奮するしな。でもトランスフォーマー CG とか見てるとロボよなってやばいな、って感じた。あとちょっと興奮もした。CG だとまずトランスフォーマーたちは常にボロボロだしスナック感覚で腕はちぎれるし、一部のトランスフォーマーは尊厳破壊されながらよなられるよ。CG は本当にすごかった。死体までもバキバキに利用されて本当に悲しい姿になる。カートゥーンでもロボットは気軽に腕とかちぎれるし首も飛ぶ。簡単に死にすぎて長期間戦って生き残れたのが不思議に見えるくらいスナック感覚で死にすぎだ。ロボットならレーティングに引っかからないしね。カートゥーンでもよくやってる。日本の昔のロボアニメもロボよなしまくってたな。日本だとエヴァの急激が一つの極みになるのかな。日本でパッと思い浮かぶのはジェイデッカーかな。キッズアニメのロボよなが好き。人間は怪我しても血が出ないけどロボはオイル吹き出すし中身も見える楽さがいい。あと特撮だけど機動刑事ジバン。俺、こんな感じでボッコボコに負けるの好きよ。ロボよなって言うとロボコップ思い出す。アトムを輸出するときは暴力描写が NG とされたのに、レーティングさえしとけば問題なかったのかな。そりゃ今と昔じゃレーティング違うしな。波のロボットと違って意志がある生命体だしな。じゃここら辺でいつものやつを。トランスフォーマーは超ロボット生命体だから苦悶の表情を浮かべながらよなられまくるのがポイント。このシーンとかめっちゃ泣けるんですよ。どんなシーン？人間とトランスフォーマーのアイデンティティがぐちゃぐちゃに混ざった悪そのものだったスコルポノックがトランスフォーマーの一人として勇気を持ってユニクロンに突撃して蹴散らされて死ぬシーン。私はなすべきことをしたか、と問うスコルポノックの最後に、そうだとも古き友よと告げてみとるプライム。めちゃくちゃ熱いシーンじゃん。俺なんか映画でコンボイが死ぬだけで泣きそうになるのに。こんなにかっこよかったマキシマスが、こうなります。いい？こういうのいいよ。トランスフォーマーのアメコミは伝統的にロボットよな要素が強いんで最近ようやく CG でよながアニメ化されたよな。吊り下げ電気拷問、死体再利用の尊厳破壊、とやりたい放題だったな。もし地上波で放送するにしても深夜しか無理だわ。ロボなのに乱暴に壊されて断末魔の悲鳴を上げちゃうのいいよね。その後また修理されてまた傷ついてを繰り返してほしい。あと破損時に中身が見えたりコードを引きずり出されたり、逆にコードを繋がれてハッキングなどの拷問をされているとより興奮する。IDW トランスフォーマーのサンストリーカーが人間におもちゃにされまくって体をいじられるシーン好き。後に体は治るけどがっつりトラウマ残ってんのいいよね。これはゾクゾクするよね。ロボの欠損を見ると作画カロリーのことばっか気になっちゃう。しかし急激エヴァをやった日本もなかなかに悪趣味なよなだよな。2号機とか散々破壊され尽くしてるよね。人造人間とは言うけどあくまで外付け入力ありきの入れ物だしなあれ。レーティングさえしっかりすれば何をやっても OK すぎるのがロボよなの強いところ。ロボだけ過激な暴力描写や破損描写の幅が広がるのが最高だよ。今までかすり傷の斜線しかダメージ描写がなかった作品でいきなりロボが破壊されて血のようにオイルを流しながらガチの悲鳴を上げるシーンが描写されるのとかすごく興奮する。ロボそのものに意志が宿ってるタイプのロボットのよなだからこそいいんだ。生き物みたいに痛がるけど、生き物じゃないから多少のことで死んだり気絶したりできない。だから痛みを感じ続けるしかない。そういうのがいいんだよね。屈強な存在がボロボロでも最終的に勝つ展開が興奮するしな。負けてひどい目に遭うのも興奮するけど、正義の意志を持つ者がぐちゃぐちゃにされてもその気高い意志を失わないのは興奮するからな。実写のアイアンハイドの最後が辛かった。三作も一緒に戦ってきた頼れる存在があんな死に方ってあるか。宇宙サビでボロボロに崩れていくのはエグかったな。俺、ロボヨナは頭が無事な限り活動し続けるタイプがいいです。頭がなくても体は動くさ。真っ先に思いついたのがおっちゃんのラストシューティング。ガンダムは結構よなるよね。
ロボ自体に意思がなく人間が動かしてるのはそれこそ乗り物みたいなもんだからな。だからボコボコにする。ボロボロのロボは好きだけど夜なとして楽しんでるわけじゃない。ボロボロになりながら一矢報いるとか好きだけどこれ多分夜な違うな。不死身で体が復元するなら欠損してもいいよねっていうのもある。ブラブラにされた腕に持ってたマシンガンで自滅したり、ハイウォッグに掴まれたまま撃ち抜かれたり、サイクロプス隊に蹂躙される寒冷地ジムのシーンはモンスターパニックにある。夜中どうかはともかくとしてクライマックス付近で壊れながら戦うのは形式美とも言える。少し方向は違うがリライズのアースリーが印象的だったな。いつものガンダム顔のはずが、呆然とした感じとその後の泥まみれなシーンも合わせて、いいよね。あれは良かった。ガンダムがこんな打ちひしがれた表情できるもんなんだって感服したよ。ロボに精神的よなっていうものすごい描写いいよね。ロボはとことん手足もげたりしてほしい。でも気軽にやられてもプレミア感がなくなるからいざという時だけで良い。ガンダムがボロボロになるとガノタは興奮するからな。種子の最終回でボロボロになったデスティニーとストライクフリーダムが相打ちになるシーンは感動したもんだ。存在しない記憶。まあシードの方ではフリーダムとプロビデンスが相打ちになったから。超ロボット生命体だけど死ぬ時は死ぬ。だからこそもがく姿がたまらない。というかロボット生命体だからこそ普通の生き物と同じで死ぬ時はあっさり死ぬっていうのがいいんじゃん。よなして修理してまた壊す拷問したい。気軽に直せるし改造できるからだいいよね。ちょっと違うかもしれないけど、ビーストウォーズメタルスでチータスが大怪我をした時に仲間たちに再生ポットへ押し込まれて見るも無残な状態に直されるって悪夢を見るシーンがめっちゃ印象に残ってる。お前らはこういうのも好きだろう。マーベルのトランスフォーマーって感じだ。関節が見えるの好き。して殺して。これはおつらい。マーベルトランスフォーマーのおっさんみたいな作画、これはこれでいいよね。言うてもロボよなってむしろ日本こそやりまくってない。最終決戦でボロボロになるのはファーストのおっちゃんに限らずお約束だし。ガオガイガーの OVA でガオファイガーがボロボロに負けるのよかったな。勇者は最終決戦で大体ボロボロになってる印象。勇者だとスカイセイバーの腹貫通から石割れ好き。安易に爆散しない生々しさがある。ジェイデッカーは人間と同じ心を持つロボと人間の命の重みの違いとかそういう話を作中で何度もするから、おかげで余計にメカバレで興奮できるのが最高だと思う。鉄人28号には独立連動システムというロボよな向きの設定があるなぁ。腕や足が破壊されても大丈夫な部分だけでちゃんと動けるみたいな感じの。鉄人といえば FX のミラージュの死がよなっぽくて好き。日本ならライディーンもかなり。序列兄弟が出始めた時にかなり手ひどくやられてたよね。トゲ鉄球に挟まれてバードミサイル射出、口にドリルミサイル打ち込まれ全身ヒビと腕と足破損とか、08小隊でグフカスタムに刺された量産型ガンタンクのオイルが吹き出して血のりみたいになるシーンいいよね。アトムとか何回殺されてんだろう。手塚神も壊れるロボットセクシーだよね。ってアトムで書いてたな。壊れいくメカニズムには哀愁を感じてしまうものだから、ロックマン系でよく見るような見ないような。岩本義弘のコミカライズだと日常、ロックマン X のコミックは結構ロボよなだったな。毎回毎回ボロボロに切り刻まれたり殴り倒されたりな。岩本版ロックマン X はとてもいい。漫画だとほぼ血に見えるけど、吹き出してるのは血じゃなくてオイルですから。理論で盛大にやってくれてたのは、今思えば性癖歪まされた気がする。ボロボロになるアーマーがとても良かった。ラピュタの軍に回収されたロボファンの俺、毎回胸打ち抜かれてもシータを守ろうとするのに泣く。ドラえもんをロボに入れていいなら、ブリキの迷宮の拷問シーンと海に捨てられるシーンはトラウマだったな。マジンガー Z 対暗黒大将軍のボロボロになったマジンガー Z が語られなかったのは、時代かなぁ。あのマジンガー Z にたやすくダメージを与える戦闘銃、マジンガー Z が出撃中に光子力研究所が襲撃されて修理不可能、死にかけたシローに輸血を行ったために体調が最悪な光子、そんな状態で出撃してなすすべなくボロボロにされていくマジンガー Z は当時劇場版を見に行ったがとても衝撃的だった。あの映画はそんな状態でも一死も二死も報いてるのがまたかっこいいよね。
ゲッター1の腹に風穴開けられたけど中からチューブ付きの炉心引きずり出して握りつぶして自爆するの好き。オイルで血、チューブで腸、炉心で心臓を描写できる。論点はちょっとずれるが人型の非生物はレーティングを回避しつつグロや人体破壊描写を行う盾役者だよね。強さの象徴みたいな巨大ロボがボロボロにされるのは興奮する。ヒーロー養殖だぜ。